今回は次西口の方から先に攻めていきますね。でこちらが、駅のロータリーになりますね。駅前やパチンコ屋とか、まあお店とかマンションがあるという感じですね。大通り沿いに出てきたんですけども、まあ、この特に、まあ、一応店はあるんですけども、大きな商業施設はない感じですね。
が東口になりますね。まあ、東口の方がやっぱいろいろ店が開けてますよね。回転寿司があったり、まあ、牛丼チェーンの吉野家があったりと、まあ、飲食店がずらっと並んでる感じですね。で、人の数もやっぱり西口と比べると、まあ、こっちがやっぱ多いですよね。駅ロータリーも超でかいですよね。こっちには、まあ、ケンタッキーだったり松屋だったり、まあ、日高屋があると、まあ、結構安めな飲食店が並んでる感じですね。でこのロータリーと、いやものすごいでかいですよね。でこちらが、越谷の東口の駅舎。ここに、商業施設が2つある感じですね。中には、まあ、王将とか鳥貴族とか、あとはファッションの島村とか、まあ、そういったのが入ってますね。ちょっとこっちの先の道を歩いてみますか。すごいでかい、タワーマンションが1個ありますね。でちょっとこっちの方に歩いていくと人出が、まあ、一気に減った感じですね。まあ、銀行とか、まあ、そういったのが並んでますね。歩道もそこそこ広くて、まあ、歩きやすい感じですね。家系ラーメンのアベヤですね。700円台で食べられてそうですね。このメイン通りよりはこっちの右側の方に商店街がいっぱいあるみたいですね。で後ほどそっちの方も行きますか。ありますね。
行がやっぱ30万人超えてる都市なんで、バスの充満ですよね。埼玉県内では、まあ、埼玉市、川口市に次ぐ、まあ、川越市は3位かな、4位が、越谷だった気がするんですよね。この通りもなんかいろいろとありますね。駅前の、まあ、市街地としては大体この通りを境にこっち終わりって感じですけど、この先はもう住宅街です。この通り沿いにもいろいろと店があります。こちらが、県道49号で、まあ、国道4号のバイパス的な道になってますよね。越谷ナンバーっていうのがあるはずなんですけども、まあ、ほとんど走ってるのが、まあ、春日部ナンバーばっかりですね。まあ、越谷ナンバーって多分最近できたナンバーなので、だからその前が春日部ナンバーだったので、まあ、春日部が自然的に多いという感じですね。でもこの辺になると特に目立ったものはなくなってきますね。道が狭いですね。栃木銀行などがある感じですね。こっちは実家。まあ駅はこの辺りが一番なんか密集してる感じですよね。店とかが。まあ、この辺りというかもうちょっと駅に近いところなんですけど。
草加とも結構似てるような感じの街並みなんですけども、駅前に関しては草加の方が丸いと伊東洋華堂があるんで、まあ、大きいような感じがしますけどね。広がりっていうのはかなり大きいですよね。こっちにも続いてる感じですね。そっち行ってみるか。
残るのは